フリーエターナル様アナザーストーリー無限のインターフェア。けどリン、なぜわざわざこんな小さな町の警察に戻ってきた？子供の頃に過ごしたこの町をお前と一緒に守りたいと思ったんだよリン。事件の知らせだシャーク。ジンベエ、現場の中川財閥の屋敷に急行してくれ。ジンベエ？それは部長が勝手に呼んでるだけだ。行くぞ。爆発？しまった、鍵が。そして待ってろ、すぐに鍵を取ってくれ。今度は何だ？リン、気をつけろ、窓が。海水？くそ、海に落ちたのか。こんだけ水が入ってくるってことは沈んでるみてえだな。くそ、鍵は？この水の量じゃ鍵を探すのは無理だ。リン、俺のことはいい、お前だけでも逃げろ。フリーエターナルサマーアナザーストーリー。辺境惑星のバタフライ。僕って何ですか、このサイコロは。僕だけごめんもあるじゃないですか。それじゃあいつものように懐かしい話からいくよ。続けるんですね。ブイ。はい、レイちゃんから。やっぱり仕方ありませんね。それではワクワク。宇宙で平泳ぎをするという渚くんの夢を叶える手伝いができればと宇宙工学の勉強を始めた僕ですが、最初の頃は失敗ばかりでした。あれは、そう、新しい宇宙燃料の実験。じゃあ僕の方から質問するから正直に答えてね。わかりました、何でもどうぞ。明日は晴れるかな。はい、おそらく晴れるでしょう。明日何食べたい？胃に優しいものがいいですね。地球が恋しい？もちろんです。じゃあレイちゃん、最後の質問。宇宙船の修理、本当はもう終わってるんじゃない？え？フリーエターナルサマーアナザーストーリー。摩天楼のバサロ。モモ君、もう一度だけやろう。やろうって何をすか？盗みをだよ。だってもう足を洗おうって。僕たちはこれまで誰かのために盗みを働いてきた。だけど最後にもう一度だけ、今度は自分のために盗むんだよ。盗むって何を？決まってるじゃない、あの子のハートだよ。ハート？そうと決まったら早く家に帰って作戦会議だよ、モモ君。でも早くここで投げ飛ばして。すみません先輩。おいやあ、名探偵モモメ、覚えていろよ。逃がさねえ。大丈夫でしたかゴーさん。怪盗ダックはこの名探偵モモが撃退しました。ありがとうございます。ゴーさん。窓の外から聞こえてきたけど。気球が警察のヘリに囲まれてる。まさか君追われてるの？ああじゃなくて、公園で噴水に使ってたら通りかかったポリスに見つかって面倒だから逃げてきた。きっと今のがそのポリスだよ、君を追っているんだ。で、職業は？ない。年は？忘れた。おい、まあいい、今重要なのは次の質問だ。